皆様、こんにちは。お金の研究所です。今回の動画は、株価絶賛下落中、3000億円の自社株買い、日本郵政株の今後はというテーマでお話しさせていただきます。日本郵政は時価総額が3兆円を超える大企業であり、郵便法の規定により、はがなどのいわゆる新書の郵便に対して独占的に業務を行える企業であることから、倒産の心配は少ない企業であると思います。 実際に2015年にに運輸ががメール便を廃止しまししままたた。のので、日本郵政の独占性が一層際立つことになりましたそして現状日本郵政株については日経平均が33年ぶりの高値をつけている中でも年初来安値を更新してきており配当利回りが5%程度となって超高配当株となっておりますので投資を検討されている方もいるかもしれません。 一方、日本郵政の今期の純利益予想が大幅なマイナスになっていることから、保有株を手放そうと考えている人もいるかもしれません。今回の動画では5月15日に発表された決算内容に触れつつ、独占業務を有する日本郵政株に投資していけるかについて検討したいと考えております。本日もよろしくお願いいたします。 まず、これは日足の日本郵政の株価チャートですが、直近の3月の高値から21%ほど下落しており、5月25日には一時1001円をつける場面があり、200日移動平均線を下抜けております。そして、それに伴って配当利回りが上昇してきており、株価1000円で計算しますとちょうど5%になります。そして、この下落の原因は今季の純利益が4割を超える大幅減益です。 また、この減益に伴って配当成功も70%を超えることになります。そして、この大幅減益の原因は、ゆうちょ銀行の大量売却です。今回の決算資料においても、この大幅減益の原因については、ゆうちょ銀行株の持ち分割合を89%から60%まで減少させたことが原因としております。 日本郵政は日本郵便、郵ょ銀行、かんぽ生命の3事業からなっておりますが、一番の稼ぎ頭である郵ょ銀行株の持ち分を減らしたことが大きく響いた結果となっております。また、郵ょ銀行株の大量売却はこれで終わりではありません。 この資料のように日本郵政は25年までにゆうちょ銀行の持ち分比率を50%以下にすることを目指しておりますので、さらに10%程度のゆうちょ銀行株の売却をしなければならず、その分純利益が減ることになります。従って今回の純利益の減少幅から考えると、配当成功が80%超えもあるかもしれませんので、減配の可能性も頭には置いておいた方が良いと思います。 ただ配当金については2025年までは1株当たり50円の配当金を安定的に実施するとしておりますので減配がああるるととしてもこれ以降であると思います。今年度の中期経営計画の見直しの中でこの辺りの点については触れられると思いますので特に配当金が気になっている方は必見であると思います。 ちなみに今回の決算発表の質疑応答のやり取りから考えれば PBR 一倍割れ対策についても今年度の中継の見直しの中で何らか発表されるかもしれません。そして日本郵政は今回の決算と同時に郵貯銀行株の売却資金を使って3000億円を上限とする自社株買いを発表しました。発行済み株式総数の10%に当たる規模ですのでかなり大きな自社株買いとなります。 そしてすべて焼却してくれますので、その分一株あたりの純利益、つまり EPS が増えるためありがたい限りです。ただこれは上場来の経常利益の推移ですが、日本郵政株へ投資する際の問題点は、カンポ生命と日本郵便の不調による日本郵政全体の不調です。まずカンポ生命については記憶に新しい方も多いと思いますが、カンポ生命の不正契約が発覚した 2019年頃から業績は不調ですそしてこれはカンポ生命の前期までの新規契約と保有契約の推移ですが新規契約は徐々に回復してきているものの既存の契約である保有契約の減少に歯止めがかかっておりませんつまり新規契約の増加分よりも既存契約の解約の方が上回っている状態であると思います そしてその結果資産残高も右肩下がりに落ちてきており、東京会場などの3メガ損保などとは対照的な決算となっております。特に資産残高については回復するのはしばらく時間がかかると思いますので、官補生命がここからすぐに回復していけるかといえば、数年は厳しい状況ではないかと思っております。 それでは日本郵便事業はどうかと言いますと、独占業務である本業のはがきや U パックなどの取扱い数量は、これも減少傾向が続いており、歯止めがかかっておりません。その理由としては厳しい競争環境を挙げております。一方、これは5月10日に発表されたヤマトグループの決算資料ですが、宅配便の3商品については2021年から順調に伸びてきており、取扱数量は年々増加しております。 私はアマゾンや楽天でよく注文するのですが、いつも届けてくれるのは佐川かヤマトであり、U パックで届くことはあまりありません。したがってハガキや U パックなどの取り扱い数量が減少傾向である点や、個人的な実感からも日本郵便事業は競争力の点で少し弱いのかもしれません。ただ日本郵政に投資できるかどうかのポイントはやはり郵便局の統廃合であると思っております。 切手の値段がどんどん上がっているのにもかかわらず、利益率が2%と非常に低いのはこのためであると考えております。そして私は今回調べるまでは知らなかったのですが、実は今年の3月末時点で600店舗ほど郵便局を減らしているようです。割合にすれば2%程度ですが、着実に減らしているのは興味深いところです。今回の決算の質疑応答でも当然郵便局の統廃合に触れられておりまして、 社長は経済合理性の観点のみならず、自治体との議論も必要であり、具体的な議論はこれからだが、足元で郵便局の収益性と公共性をさらに高める必要があると回答しております。 インターネットが発達してコンビニが日本の筒裏裏まで存在している状況でどこまで郵便局が必要かは議論の余地はありそうですが国が3分の1程度の株式を保有しておりますので総務省の意向は無視できず少なくとも日本郵政への投資の観点で見ると不透明感は非常に強くしばらくは日本郵政への低い利益率は続くと思っておいた方が良いと思います これは日本郵政の上場からの業績の推移を表しております。売上高、経常利益、純利益はともに綺麗な右肩下がりのグラフになっております。また、年成長率についてもいずれも綺麗に全てマイナスになっております。郵ょ銀行の業績がほぼ横ばいですので、日本郵便とかんぽ生命が足を引っ張っていることは明らかであり、その不調の原因についてもなかなか根深いものがあると思っております。 それでは最後に指標面について確認したいと思います。これは2018年ぐらいからの PER の推移です。PER は株価を利益で割り算して求めた数字であり、純利益面から今の株価が割安か割高かを判断する一つの指標です。平均の PER が10.7倍であり、現状の PER が14.7倍ですので、これまでの推移から見ると割高水準です。 またコロナショックを除いた直近の2年で見ても割高水準です。ただ15倍ぐらいが平均と言われておりますので、そこから見れば平均といったところですが、25年までにゆうちょ銀行株を10%追加で売却して、さらに純利益が落ちると思いますので、平均の15倍から見てもやや割高であると思います。次にこれは2018年ぐらいからの PBR の推移です。 PBR は株価を純資産で割り算して求めた数字であり、純資産面から今の株価が割安か割高かを判断する一つの指標です。平均の PBR が0.31倍であり、現状の実績 PBR が0.35倍ですので、これまでの推移から見ると平均程度です。直近の2年で見ればやや割高といったところであると思いますが、 今回3000億円の大量の自社株買いを行い、自己資本が減りますので、もう少し PBR は高くなると思いますが、1倍は軽く割れておりますので、一般的には非常に割安水準です。この点については今年度に手直しが入る中継が楽しみなところであると思います。 次に現状の株価と専門家が予想する目標株価との乖離ですが、現状で株価が急落しているのもありますが、目標株価との乖離が大きくなっている状態であり、2割弱の上値余地があるかもしれません。最後に決算後に公表された専門家による業績のコンセンサスについても確認したいと思います。ゆうちょ銀行株の大量売却があっても、専門家は会社予想ほど純利益の下落は想定しておりません。 また、来期については好調に業績が推移すると予想しております。従って、このコンセンサスを信じるのであれば、配当成功はそれほど高まりませんので、ずっと出し続けてくれている配当金50円は出し続けてくれるのではないかと思います。なお、ここではお示ししませんが、信用倍率は20倍程度と少し高めであり、少し将来の売り圧力が気になる水準です。 一方、RSI は現状で17%程度しかありませんので、現状の株価は RSI 的には売られすぎの水準であり、一旦の反発はあると思っております。以上をまとめます。今回は株価が絶賛下落中の日本郵政についてご紹介いたしました。 株価は直近の高値から2割程度下落しているものの配当は維持しているため配当利回りは5%程度あり超高配当銘柄となっております。また日本郵政は時価総額が3兆円を超える大企業でありまた独占業務を有することから保有に対しては一定の安心感はあります。 しかし、日本郵政は今期の決算で、純利益は4割減を予想しており、主な原因は、ゆうちょ銀行株の大量売却としております。この減益により、配当成功は70%を超えることになりますので、将来的な減配も射程に入ってくると思います。 さらに稼ぎ頭のゆうちょ銀行株を25年までに追加で10%手放す予定ですので、会社の予想通りに業績が推移すれば、配当成功80%を超えるかもしれず、いよいよ配当維持が怪しくなってくると思います。一方で良いニュースもあり、ゆうちょ銀行株の売却益で10%の大規模な自社株買いを行います。 一株当たりの純利益、つまり EPS は上昇すると思いますが、配当成功が劇的に改善するとは思えず、焼け石に水になるかもしれません。ただ、配当成功も気になるところではあるものの、一番の問題を日本郵政が継続的に利益を生み出せるかどうかであり、問題はカンポ生命と日本郵便の立て直しであると思います。まず、カンポ生命については、2019年頃の不正問題の影響を引きずって、 新規の契約に回復の兆しはあるものの、保有契約は減少傾向が継続しております。結果として運用資産残高が急激にしぼんできており、業績の急回復は見込みづらい状況であると思います。日本郵便については郵便事業の取り扱い数量が減少傾向であり、歯止めがかかっておりません。 同時期に発表されたヤマトホールディングスの決算資料を見れば同業のヤマトホールディングスの取扱い数量は伸びてきていることは確認できるため悲しいことですが日本郵便事業に競争力がないのかもしれませんただ日本郵便事業の問題の本丸は郵便局の統廃合であると思っており これまでに2%程度の店舗は着実に減少させてきているものの、国が3分の1程度の株式を保有しているため、政治的な問題が絡み、投資的な観点では不透明感が強いと思っております。ちなみに、ゆうちょ銀行については本編では触れておりませんが、良くも悪くも安定企業であり、私の投資判断はポジティブです。これらの動画に、ゆうちょ銀行に対する私の考えをまとめておりますので、ご興味があればご覧ください。 概要欄にリンクを貼っておきます。個人的な考えでは、郵政三事業の中では最も投資妙味があると思っており、今回の株式売却により、日本郵政へ上納するお金が減り、同じように株価が急落している今の状況は面白いのではないかと思っております。日本郵政株に話を戻しますと、日本郵政は売上高も利益もきれいにマイナス成長が継続しており、 稼ぎ頭の誘著株の追加売却で白車がかかるかもしれないと思っております。PER や PBR などの指標的には割安とまでは言えず、需給は悪いものの目標株価、コンセンサス、加熱感の点では一旦の反発はあり得ると思っております。現状で日本郵政の配当利回りは高く、コンセンサス通りであれば年間配当50円は継続してくれるかもしれませんが、 個人的には総合的に考えると現状の日本郵政への投資判断はネガティブであり投資は控えようと考えておりますなお投資は自己責任にて行っていただきますようよろしくお願いいたしますもし日本郵政株について皆様のお考えがあれば是非コメント欄へお願いいたします本日は以上ですご視聴ありがとうございました ぜひチャンネル登録高評価コメントなどありましたらよろしくお願いします。以上です